ところで千葉菜さん、はい、千葉菜さんはお勉強好きですかはい、はい、今日はあのちょっと子供に勉強好きになる方法を教えますっていうのをちょっとやろうと思うんですけど <laughs> <れ>千葉菜さん自身はお勉強どうでしたいやーテーマすごい大きく出ましたね <laughs> いいテーマですね <laughs> 私はちなみに大嫌いでしたもうお勉強大嫌いでしたよ <laughs> でも好きな科目もあった そうですね。一応国語は好きでしたね。同じ同じ。うん、私も国語と社会はなんとか、うん、あのあと理系は全然ダメでしたが、<ー>なのでうん、うん、あの私いっぱい育児は失敗してるんですけど、唯一子供に勉強を好きにさせる方法を得得したんですね。うん、<laughs> それをあのぜひ皆さんにもあの今子育て中のお母様に。 あのですね、うん、本当に簡単なことなんですけど夕,夕食時にあのとってもいい気分の時に、うん、あの今日どんんな勉強したのって聞くんです。うんうん、そうするとえあの「社会でこうだったああだった」とか「理科でこうだった」って話した時に、うん、知ってても「えそれどういうこと?」 え何どうすることとかどんどん聞くんです、うん、そうするとまた答えてくれるんですね、はい、でそんなのを何回かやってると、はい、子供の方がお母さんにどうやって説明したら一番わかりやすいかって言うんで、うん、そういう気持ちで授業を聞くようになったんだそうですおすごい <laughs> そうそうもうすごい興味持ってえ何それどういうことえ一センチがね10ミリそれどうしてとかもうみんな <laughs> そうすると彼女は一生懸命授業を聞いてお母さんに説分かりやすく説明するにはどういうふうに説明したらいいかって考えたらしいんです。あなるほど。いやでも確かにだお母さんいつもお母さんにこう何かをやってもらう存在というか立場だと思うので子供って。うん そんなお母さんに対して自分が教えてあげられるんだっていうのが、そう嬉しいですよね。うんうん、すごい驚くの、へえー、すごいって、えそうなんだって、え聖徳太子って人がいたんだとかさ、みんな一緒に聞くの。<laughs> 秋元さんらしい攻略方法ですね。そう,そうです。それで彼女は、うん、あの結構成績良かったです。はい<ー>。<laughs> 皆さんはぜひ実践してみてください,、はい。使ってみてください。はい。<laughs> はい えーとそれで今日はですねあの突然その本棚と言いながら今日はエッセイを読もうと思ってましてあのー、私ノートっていうアプリであのー、いろいろ文章を書いてるんですけどそのノートの中でももう160本書いてるとかいう梅垣種さんのエッセイがとっても面白かったのでそれをぜひぜひご紹介したいと思います。ええっっととそれで、えーとー その曲ですけどね <laughs> ビートルズの「ヘルプ」を今回選びましたなぜその「ヘルプ」なのかは、えー、今からお聞きいただく朗読で聞いていただく梅垣種さんの「ポンコツコンビニアルバイター」を聞いていただくとなぜヘルプを選んだかが分かると思います。では いいでしょうかいってはい <laughs> お願いしますはいではビートルズのヘルプそして梅垣種根本コンポツポンコツ <laughs> ポンコツコンビニアルバイター続けてお聞きください梅垣種ポンコツコンビニアルバイターもう10年以上前のこと私は敬愛する 武者の工事さねやつ愛称武者さんの後輩になりたくてなりたくて猛勉強をしていた武者さんの母校それは東京帝国大学現在の東京大学であった武者さんと一緒の学校行きたいの一年で頑張ったものの不合格それでも東大目指して浪人生活が始まった。 自宅にこももって誰とも会わない日々。受験の色ぜなりかけの私を心配し母はよく散歩に連れ出してくれたある時私はスズメを指さして言った「あチュンチュン」頭が英単語やら歴史用語に支配されていたせいだそうだねチュンチュンだね「スズメ。 ね母は哀れみに満ちた目で優しく教えてくれたが社会とつながってないと「この子やばい」と母は危機感を覚えていたらしいかくして私はコンビニでバイトをすることになったバイト自体初めての経験だったお世話になったのは大手フランチャイズのコンビニ アラフォーの女性店長は気さくで明るい人だった店長とおしゃべりするために来るお客さんも多くちょっとした地域の憩いの場になっていたコンビニは人間味のない場所だと思い込んでいたので嬉しい驚きだったこのお店は自動扉ではなく手動の重いガラス扉だったのだが店長はそれを気にしてよくこう言った。 お年寄りや足の不自由な方が来たらレジがどれだけ混んでいようがすぐドアを開けに行きなさいさもなきゃ尻を蹴っ飛ばすからね店長は困ってる人に気付ける優しい人だったそして尻を蹴っ飛ばすからねが口癖の人でもあった店長の「エア尻」 ケットを何度もいただいたた。だおでんのこんにゃくをお客さんの足元に叩きつけてしまった時袋詰めが下手すぎてお客さんが代わりに詰めてくれた時弁当についていたソースをレンジで温めて爆発させた時「勉強ばかりで頭でっかちな私はコンビニでは点でポンコツであった」。 その中でも最大の「尻蹴っ飛ばしエピソード」を聞いてほしいコンビニの仕事を一通り教えてもらい一人でレジに立ち始めた頃のこと店長は留守で古株の主婦 S さんと2人だけだった S さんは穏やかだけど生真面目なタイプで一緒にいると少し緊張する。 私はおにぎりを並べるのが一番好きなんですけど S さんはどの作業が好きですかと聞いたら今考えるとのんきな質問だどれが好きか決めると嫌いなものができちゃうから考えないわと答えられたいつでもちょっと耐えているように見えるそんな人私バックヤードにいるからレジよろしくね 何かあったらすぐ呼び出してエ、ね、スさんはそう言って在庫整理に行き私は初めてレジに一人で立った「すごい本当にコンビニの店員みたい!と」と一人でウキウキしていたらお客さんが3人も並んだしかも一人目は住民税の支払いでややこしそう「呼び出しボタンを押そう」 すぐに状況を判断できる自分かっこいい手探りでボタンを探すお客様に気づかれずに押すのに憧れてたんだとこっそり悦に行ってボタンを押したカチリボタンは力強く押し込まれた違和感を覚える前に練習で押した時はこんなんじゃなかったレジ下をコわごわ覗き込んで確認 ああ、やってしまった通報ボタンを押してしまった通報ボタンについて昨日店長に説明されたばかりだったいいいこれ押すと警察に直接通報が行くから強盗が来た時とかやばい時はとっとと押していいからねで押すとすぐ警察から電話が来るの。 それに出られなかったら強盗に捕まってるってことで即パトカーが数台駆けつけてくるからそれともし間違えて通報しちゃった時は電話で間違いだって伝えてそれでも強盗に言わされてるかもってことでパトカー1台は確認に来るんだっていいしっかり覚えときなさいよ。忘れたら知り蹴っ飛ばすからね。 ああ昨日教えてもらったのに店長本当にごめんなさいとにかく冷静に対処しなくてはひとまず正しい呼び出しボタンを押して S さんを呼ぶ <S, S さんあの私今実はそのレジに向かってくる S さんに事情を説明しようとするがテンパって全然言えない。 おお話はお客様への対応が終わってからね。優しく諭されエスさんは隣のレジに入ってしまった「いやーでもこれは多分すぐじゃないとあーでもお客様を待たせている」「あわあわしていると電話が鳴ったこれが警察からの電話ってやつだ出なきゃあの電話私出ます」出ようとするとエスさんに「お客様が先。 無視してととピシャッと言われた「ああ普段ならそうでしょうがでも今これはピラララピラララピラララッ電話が切れたらパトーカーが何台も来てしまう脳内では連なったパトーカーに街は騒然知人らがコンビニを取り囲むそこに手錠をかけられうつむいた私が連行されていく」。 私悪いことしたっけ無駄に警察を呼んでしまった罪でも自分で呼んだから自首ってことで罪軽くなるいや呼んだのが罪なんだってば頭がぐるぐるするけど惰性でお客様対応住民税の紙にハンコポンポンピラララピラロラロロピラララ呼び出し音8回目そろそろ切れてしまう。 やはり出るべき。そこに救世主次のシフトの M さん登場「あ,あ俺電話出ますよ」と私服のままひょいと受話器を取ってくれた「紙<神>はいえ警察!?」M さんの驚いた声が店内に響く私は自分と通報ボタンを交互に指差し自首をしたおじぎペコペコ。 顔がカッカとホテル無事 M さんに伝わったあはいすみませんこちらの間違いで押してしまったようでよかったパトカー一大コースだよかった私が質問するたびため息つくから苦手だった M さんありがとう電話取ってくれて。 ととまずできることは終わった。気を取り直してお客さんを裁かねば人のよさそうなおじさまで何も言われてないけど結構待たせてしまってるお待たせしましたお預かり金額の確認をいたします平成を装って万冊のカウントを始める14万あるはず札をきれいに整え 扇形にして1枚ずつめくるちょっとマジシャン気分私もうまくなったものだわ1101001000万10万100万1000万えっ1000万って何その額まだ数えるお札あるんだけど次奥行くんだけど失礼しましたもう一度 101001000万10万ああ、負、ま、け違うふふっとお客様が笑ってくれたなんていい人本当にポンコツでごめんなさいもう一度失礼しますえっと1落ち着け自分1の次はなんだ10じゃない1の次は2123やった数え方思い出したすごいぞ自分これで東大合格間違いなしだ ようやっと14万を数え深々とお辞儀をしてお客さんを送り出すこれで私も心置きなく連行されようその後安全確認に来てくれた警察官に謝罪連行はされなかった警察官はちらりと店内を見回し去っていった知能犯が隠れていたら多分やられていた あんたってこはもう。とで店長に謝ったところエアシリケりを何度かいただきましたがそれだけ「これで分かったからもうしないでよ」とあっさりおとがめなしのかっこよさ一生この人についていこうと心に決めました半年でバイトはやめたけどさあオチをつけてみよう。 こののくだららないいお騒ががせ話から何が言いたかったのか。何言たたっ「受験勉強よりコンビニバイトの方がずっと学べるぞ」と「浪人して若き一年を無駄にするより社会と関わった方がいいよ」と言いたい。だって英単語も歴史用語も公式もなんも覚えちゃいないけどコンビニのことはいっぱい思い出せる。 警報ボタンを押した時ヒヤッとした気持ち暇だと時計が驚くほど進まないこといちごミルクとシュークリームを毎日買うイケメン会社員店長の明るくカラッとした話しぶり役に立つわけじゃないけど面白い生き生きとした雑多な記憶が私の中に今もある。 はいいかがだったでしょうか、えー、<笑>,笑っていただけたでしょうかこの梅垣谷さんまだまだいっぱい面白いことをやったり言ったりしてますのであのいろんなところで名古屋で隔月あのライブをやってるんですがそこでもこの梅垣谷さんのエッセイがとても人気なのでまたいつか読ませていただけたらと思います。 ヘルプをなぜかけたかも分かってもらえたかと思います。えー、それでは、えー、この今日のお話でも、また前の話でも、どうぞご意見、ご感想ありましたら、ぜひ、あの、お便りください。メールアドレスは7、7 9 7アットマーク f m g u i n o a n c o m までお願いいたします。えー、来週はですね、 あのおすすめの映画、映画大好きなので、一日に一本は必ず見てるぐらい映画好きなんですけど、おすすめの映画についてお話ししたいと思います。それではまた一週間が始まりますね。どんな一週間にしますかいいことがいっぱい起きますように。それではおやすみなさい。